深見、深見区は、香港の18の行政区画の一つである。区域には新旧流の深見、調査湾、及び、霊四角などの地域が含まれている。区域の平均年齢は2番目に高く、3番目に、低収入である。辰行自治区の歌わろう街にある看板は、深見区の東の境界に近いことを示している。深み区には、深み、調査湾、霊四角、池ル屋、石尾 また、市村、大河壺、登る線、島南部が含まれる。深見区の北西は、締め衝道と霊景山寺に囲まれているため、旧流とみなされる地域、例えば、旧家系花霊村などは、実際には、青や青区に属している。一方、西霊園と栄や諦うつは、深見区に属している。深見区の東と南は、 香港 EMTR 東鉄線の線路と境原街に囲まれているため、境原街の南には油潜砂管区に属する南寺州街、キールン街、大南街と霊視角道の一部が含まれている。東鉄線の急流包みにある香港城市大学と又市城、又市村は深み区に属しており、急流城区ではない。早くも新石器時代には人々はすでに 調査湾の近くに住んでいた。理定野村の古代墓である五冠の墓は発掘調査から発見されたため、墳墓は建設時に発見されたものの、墓は山の葉に位置していた。海からは距離がある。ありがとうございます。